巨人、育成4位の田上優也内野手イコール日大藤沢イコールが8日、入寮した。入寮の日が近づくにつれて、楽しみだったのでついに入寮できて嬉しいです、と目を輝かせた。身長181センチ、82キロと恵まれた体格を持つ右投げ右打ちの大型内野手。長打力が持ち味、憧れの坂本勇人選手のような存在になりたいです。 と目標を口にした。入寮に際しては高校時代のチームメートからもらった金色のグラブを持参。サプライズで渡されたといい、暴れてこい、と激励を受けた。田上は、プロでは本物の金のグラブを取りたい。力と結果がないとダメなので、しっかり意識してやりたい、とゴールデングラブ賞獲得へ強い意欲を示し